はい、酒好きな元新潟人のユッキーでーす。今日は、アマゾンからね、こちら、酒瓶が届きました。まあ、俺が、昨日注文したものなんですが、まあ、アマゾンのプライム会員なんで、1日で届きましたね。それではこれをね、飲んでいきたいと思います。なんだこれ。非常に安かったんでね。安かったっていうのもあるし、ちょっとね、よくよく考えたら、もう酒がね、まあ、この種類の酒はなかった。もう、手持ちがなかったんで、買いました。こちらでーす。日課のウィルキンソンウォッカーです。よいしょっと。まあ、ウォッカーはスカイウォッカー以外はほとんど飲んだことないんですが。定番からアレンジまで、お家で作る簡単カクテルレシピ。ウィルキンソンのウォッカトニック、生絞りウィルキンソンウォッカトニック、茶葉香るウィルキンソンウォッカトニック、全部トニックじゃねえかよ。トニックウォーターないんだけど。ウィルキンソンのウォッカはアルコール度数 40%。ね、ラベルが変わりましたね。以前は濃い青だったんですけど。ウィルキンソンウォッカは、日課ウイスキーが長年培ってきたスピリッツ製造の技が息づくウォッカです。白樺炭で、丁寧にじっくりとろ過することで、軽やかな味わいを、実現しました。ほのかに甘く滑らかな飲み心地とスッキリとした後味が特徴です。そのまま飲んでも美味しく、いろいろな割り剤との相性も楽しめます。容量が 720ml でアルコール度数 40% です。値段がね、アマゾンで800円ぐらいでした。確か。安かった。めっちゃ安かったですね。まあ、これでうまいんなら、言うことなしなんですけど。完璧。かなり匂いがあれですね。アルコール臭がすごいするな。めっちゃアルコール臭する、これ。スカイウォッカと比べると全然違いますね。スカイウォッカはね、アルコール臭ほとんどしなくて、ストレートでも非常に飲みやすいんですけど、これももう辛いです。で、なんか、むせるレベルの、アルコール臭。うわ、これはあれだな。アルコール度数40度で、このアルコール臭がすごいな。これまずいな、普通に。美味しくないですね。ものすごい。ストリチナヤウォッカとかさ、あと、アブソルートウォッカとかありますけど、ロシアのやつとかね。
大体ウォッカって、ロシアが有名ですけど。うわ。すごいな。でね、これ50度のやつもあるんですよね。うわ。きっつ。これほとんど50度レベルのあれですね。味ですね。これ40度なんだけど、50度かだなっていうレベルの、アルコール臭。と、喉にものすごくくる。鼻にも来る。値段が798円。安いだけあるな、これ。まずい。はっきり言ってまずい。ウィルキンソンのジンは結構美味しいんですけどね。うわぁ、喉痛え。めっちゃ喉痛え、これ。一応、Amazon のカスタマーレビューだと、5つ星のうち 4.1 星ってなってますけど、これは、にわかとしか言いようがないですね。しかも、匂いもなんか、ちょっと臭いです。なんか。これはまずいな。やっぱり、あれだな。昔これ飲んだことあるんだけど、クソまずかったんですよ。で、ね、またちょっと飲んでみるかっつって、今日買ったんですけど。まずい。やっぱ、スカイウォッカーが一番うまいな。まっずこれ。まっずっていうか、これストレートで飲めるもんじゃないですね。飲めたもんじゃない。これ割らないと、これ。飲めない。ウォッカでさ、割らないで飲めないってさ、ちょっとおかしいですよね。ウォッカって癖がなくて飲みやすいっていう、お酒なのに。これはひどいですね。はっきり言って。まあ、値段が安いのはいい、まあ、値段が安い。っていう利点はありますけどね。まあ、はっきり言って、まあ、その分を一つ星プラスしてやるけども、香りが臭い。まずい。これは買わない方がいいでしょう。2342です。ご視聴ありがとうございました。